はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、皆さん、レジェンドアンソロジーが始まりましたが、公式イベントでね、楽しんでいらっしゃいますでしょうか。今現在ですね、大体8000ポイントぐらいまで、パーっとやって、で、このイベント始まる前に結構僕、ルームで調整してたんですよ。で、その、経験値から導き出された、私が、おすすめ、個人的なおすすめのデッキ、4つと、あとプラスおまけ1個、全部で5個のデッキをですね、ご紹介していきたいというふうに思っております。このイベントめちゃくちゃ個人的には楽しいんですよ。今まであまり活躍しなかったようなテーマとか、アニメテーマみたいなのが結構活躍してくれるんで、こうめちゃくちゃ楽しいイベントになってるんで、よかったら皆さんもこのイベント走ってみていただければと思うんですが、早速ですね、ちょっとおすすめのデッキいくつかご紹介していきましょう。まずはですね、1つ目、ブラックマジシャンですね。これ先行用で組んでます、デッキは。だから、一応先行取ってくださいって感じなんですけど、ここからでもあんま先行展開強くないんですよね。今回のイベント、そんなには。だからね、ここから全然まくっていける感じなんですけど、このデッキは、先行がマジで強いです。はい。で、しかもね、今、レジェンドアンソロジーやってもらったらわかると思うんですけど、あんま、そこまで誘発飛んでこないんですよね。なんでかっていうと、やっぱ、うららとか増字とかが、禁止になってまして、そういう、こういうね、ニビルとかね、こういうのが禁止になってるんですよね。だから、あんま誘発飛んでこないってことは、先行展開結構通るんですよ。だから、先行で強い盤面敷けるデッキって、かなり強くて、で、ブラックマジシャンって、展開通った時めっちゃ強いんですよ、盤面。これがね、ジン、魂、竜騎士ブラックマジシャンとかっていう盤面が、結構決まりやすくなってるんですね。で、しかも、このイリュージョン・オブ・カオス君が来たことによって安定感爆上がりしてまして、でさらに、今、ストラクチャーが販売されてるんで、ボルテックス・オブ・マジックが。だから、組みやすい。意外とストラクチャー3個買ってもらったら、あとちょっと肉付けするだけでも、このデッキ完成すると思うんですよね。あとちょっと汎用カードがね、いくつか入ってますけど、この辺ちょっと作ってもらえば、いけるんじゃないかなと思うんで、でしかもなんかすげえ強いんですよ。俺これ、イベント始まって、8連勝ぐらいしたんでもうこのデッキ十分強いなと思って、使うのやめたんですけど、これさすがに強かったんで、よかったら組んでみてください。で、デッキは全てですね、ざっくりリプレイをつけようかなと、プレイングというか回し方のリプレイつけようと思ってるんで、よかったらご覧ください。早速やっていきましょう。さあ、ブラックマジシャンの回し方はそんなに難しくはないんですけど、一応ですね、目指すべき盤面は基本的には竜騎士ブラックマジシャンと陣魂みたいな盤面ですね。はい。これが結構決まりやすいですけどね。で、ヒーローでした、相手は。こういうね、なんか10代 VS 遊戯みたいな盤面ができるのがめちゃくちゃ熱い。このイベント、めっちゃ楽しい。はい。で、相手は普通にフレームウィングマンからのネオスフュージョンで、なんか大丈夫かなんかイラスト消えてるぞ。ネオスクルーガー君が出てくると。で、伏せてあるカード、フェイバリットコンタクトなんですよね。強いですね。これ相手ターンに融合してくるんで。で、こっちは一応、この場面まくりに行こうということで、とりあえず、指定の絆を発動して、ブラックマジシャンガールとブラックマジシャンを並べましたと。で、フェイバリットコンタクトで相手ターンにヒーロー融合できるんですよね。で、新規モンスターの、シャイニングネオスウィングマン。これ相手ターンで出すとね、普通に破壊されるからめっちゃ強いんだよね、これ。で、これめちゃくちゃ強くて、で、これ全部破壊されました。はい。ただ、こっからまくれます。ブラックマジシャン。で、魂のしもべ効果で、デッキトップにロットを置いて、で、除外して、カードを2枚ドロー。これ、ブラックマジシャンとブラックマジシャンガールがいるから2枚ドローですね。で、なんか2ドロー強かったんで、サルベーション使って、で、魂セットしてからロット召喚して、で、ジン持ってくる。で、ジン発動。で、ブラックマジシャン持ってきてから、ティマイオスの合体流の効果でね、これが新規モンスターですね。で、特殊召喚して、で、こいつが融合効果内蔵してるんですね。これ。はい、手札はフィールドから融合さえ動きを送って融合できるっていうでドラゴン族なんですけども、ここで出すのが新規モンスターであるブラックマジシャンと、カオス儀式モンスターでマスター・オブ・カオスとかいうガチでヤバいモンスター、はい、これを出していきましょう。で特殊召喚成功した場合に光が闇属性モンスターを特殊召喚できるんですけども、ここでブラックマジシャン特殊召喚すると、そうするとジンの効果が起動できてブラックマジシャン特殊召喚したので相手のカードを1枚除外でネオスクルーガーを除外して、さらにサルベーションの効果でブラックマジシャン出てきたからブラックマジシャンガール特殊召喚。これ1回全ぶっぱされてますからね、フィールド全部パスされてフィールド困ってますから、はい、さすがに強い。で、ワイズマン出てきて、で、この超魔導戦士マスター・オブ・カオス君の効果最強で、これ光属性と闇属性のモンスター1体ずつリリースすると相手のフィールドのカードを全部除外するっていうガチでやばいこと書いてあるんですよ。これで、対象に取れないみたいなモンスターでも効果を受けないみたいなモンスターじゃなければ大体除外できます。はい、ブルーって除外してでティマイオス出す、打ってでここで竜騎士ブラックマンシャンとでここの時はねまだねちょっとね入ってなかったんだけど、デッキの中にこれもうちょっと打点が出るモンスターいるんですよブラックマンシャンって。だからそれ出してれば1キル取れます。はいで、相手は普通にネオスフュージョンから入ってきてでレインボーネオスとかいうガチでヤバいモンスター出てきたんで、まあ、これを普通に魔導陣の効果で除外してあげればもう相手は死ぬと。まだまだ甘いな10代。2つ目のおすすめデッキはですねこれも先行用なんですけどスピードロイドです。これスピードロイド何が強いかっていうとなんかほとんど奇跡食らってなくて、まあ、この魔法カードぐらいなんですよ。でスピードロイドの特徴って、盤面にクソ強い刺激のモンスターが並ぶことで有名でクリスタルクリアウィングとか、それからクリスタルウィングとかコズミックブレイザーとかが並ぶんですよ。これすげえ強いくないですか。この環境においてあんまり誘発が飛んでこないから結構先行展開も通りやすいしでこのデッキのいいところはサヨシグレっていう最強の誘発が詰めること。これ数属性なんで、はい、この環境ねその誘発かなり禁止になってるんですけどエフェクトメイラーサヨシグレ無限包容DD クローあたりあの辺結構詰めるんですね。だから結構強くてこのあたりはなので、入れてます。ちなみに UR なんでこれ先に言っとくとめっちゃ高いですこのデッキおすすめとは言ってますけどめっちゃ高いです。だから、持ってない方はねエフェクトメイラーとかサヨシグレとか神戦とかの枠はまあちょっと諦めてもらってなんか違うねカードにしてもらえばもうちょっと安い汎用カードいっぱいあるんでそういうのにしてもらえばいいかなと思うんですけど必須の UR がねこれになっちゃうんだよな風霊買収便ね。これねないとねベイゴマックスとかにアクセスできづらくなっちゃうんでね若干ねだここだけかなネックは、これさえ持ってる人はめっちゃ強いと思う。これ入手法何これ精霊術の極みか。まあちょっとここだけかなネックは。これあった方がいい。まあなしで回したことないから分かんないけどまあなしでもまあ別にベイコマックスとか、それからハウンドとかビーダマシン1枚から割とクリスタルウィングぐらいは全然立つんでまあ弱くはないです普通になしでもねあった方がいいけどそんな感じ。早速ねリプレイをご覧いただきましょう。さあスピードロイドとかいうぶっ壊れ先行展開テーマを使っていきましょう。ちなみに先行取れなかったんですけど一応先行みたいな動きするんで安心してください。でサヨシグレちゃんめっちゃ強いっていうことをお伝えしたい。これ知らないだったんです相手でユニゾンビ特殊召喚したんでこれねここでサヨシグレちゃん出すとそうすると、相手のユニゾンビの方が無効化できるんですねこれ強いっしょこれ実質エフェクトベーラーみたいなこれできるんですよね無限保養とか最強。これで相手の動き止めて、で、こう動いていくんですけど、まあ、これ先行と一緒ですね。これ先行でもここでもそんなに展開変わらないです。で、ウィンちゃんが引けたので、これウィンちゃん手札から風属性してると、風持ってこれるんですよ。守備力が1500以下の。これでね、ベイゴマックス持ってくれるんですよね。はい。で、ウィン効果、ターボを捨てて、まあ、裏の飛んでるから大丈夫これ。で、ベイゴマックス持ってきて、特殊召喚して、効果でビー玉持ってきて、はい。まあこいつリミット打ちなんですけどこいつのおかげでサーチが効くって感じでビー玉召喚効果竹とん防具で竹とんぼ出してリリースしてサイコロ出してきてでサイコロ効果でここレベル2にするで2体でちなみに赤ベルダイスの効果一応ね説明しておくと出た時にスピードロイドのレベル他の、ね、自分以外の他のスピードロイドのレベルをね1から6に変更できるっていうなんかクソ強い効果あるんですよ。これでなんかレベル調整していく感じ、はい、でコルク効果でこいつもぶっ壊れ、こいつシンクロ召喚すると素材にしたモンスター特殊召喚できる墓地からはいやばすぎで赤メルダイス効果をもう1回使ってでここ6これ赤メルダイスのレベル変更が後で鍵になってくるんでここは後で出したいモンスターによって変えてください。はいまあ、今回はクリアウィング出すんで6ですけどで、GOM ゴムガンですね通称ゴムガンっていうとスピードロイドですから怒るけどでズール除外して、赤目と電電代行を見せてこれねどっちかランダムに手札に加えるっていう効果なんですけどGOM の効果がこれどっちでも展開変わんないっす。はいこれランダム手札に加えるけど別にランダムじゃないですこれ実質同じです展開はで GOM 効果で召喚権増えるんでダイス出してでダイス効果でレベルをこいつを4にしていくんだけど、まあこれ電電大鼓だったら別に普通に効果使わずに5進行すればいいんで、あんま変わんない、ここは。なんでも。まあ、羽子板出すと。で、羽子板と、コルク、レベル6にしたコルクでクリアウィングライダー出して、はい、これ、ユーゴくんのバイクね。で、自分の持ちから電電太鼓を除外してチューナー蘇生できるんで、スピードロイドのなんでコルク銃特殊召喚すると自分の持ちからマハゴイタ蘇ってきて、で、ここでシンクロモンスターをプラス、チューナー、はい最強クリスタルウィング。これで一応ね妨害した時には、まあ、これでモンスター効果向こうが1回でなんか殴られる時に打点が上がるみたいな効果とかね、とあとこれクリアウィングライダーの効果、これ一応高ゴールダッシュも強い効果あって、自分のもちろん数特性を戻しながらなんか相手破壊するって効果はサイコロの目によって変わるんだけどできるんだけど、これ先行でも結構強くて相手のメインフェーズにシンクロ召喚したこのカードをリリースするとレベル7の数特性シンクロモンスター2体特殊召喚できるって書いてあるんですよ。だから、今回だとクリアウィングファスト、これエクストラデッキから出てきたモンスターの効果無効にするんですね。これとあと、クリアウィングシンクロドラゴン、これレベル5以上のモンスターの効果無効にするやつね。これとかが出せるんですよ。だからこいつが実質2体分のシンクロになって、一応ねこれが2妨害みたいな感じなんで、クリスタルウィング1妨害とこいつから出てくるモンスター2妨害みたいな、まあそんな感じで3妨害ですね先行みたいな動きができます。ただ弱点が魔法トラップに弱いんですよこいつら。例えばブラックホールとかサンダーボルトとか聖杯とかああいうのにすげえ弱くて、だから今回の構築だったらそれをケアするために一応、神戦が入ってます。3枚ガン積み、これは相手の魔法トラップを止めたいかなっていう意味で入ってますね。はい、で一応今回高校なんで死者蘇生打ってマハゴイーター特殊召喚して、はい、で、ターボで打点めっちゃ上がるっていう効果あるんですけど数属性のフィールドのでブラーッ上げて、でクリアウィングライダーで、サイコロ振ってデッキに戻しながら相手カード破壊、これ強いんだよね結構でバトルフェーズドーンでドーンで勝ち。こんな感じですね。はい、まあ、これは後攻でしたけど、まあ、先攻でも同じ展開する感じです。3つ目のデッキはですね、これおすすめとかいう言い方してんですけど、ぶっちゃけあんま使ってほしくないかな。これなんでかっていうと、ロンゴミアンテの効果コピーしたバリアンが出ちゃうんですね。これ通称エセロンゴミとか脱法ロンゴミとか言われてるデッキなんですけど、まあ一回動画にしたんでね、見たことある方もいらっしゃるかもしれないですけど、ロンゴミアントっていうクソゴミモンスターじゃないですか。これのモンスターの効果をバリアンでコピーするっていうデッキなんですね。で、そうすると何が起きるかっていうと、相手はモンスター召喚、特殊召喚一切できなくなって、でしかもバリアンの効果ってエンドフェーズまでの効果なんでコピーするのが、だから素材を取り除かなくていいんですよ。これエンドフェーズに効果切れるんで。だからそうすると、まあ、一応弱点としては自分のドローフェーズからメインフェーズ中こいつの効果起動するまではちょっと隙でできちゃうんですけど、そこを乗り越えちゃえばもうあとは一生ロンゴミアントで殴り続けることができるし、しかもなんか相手のカードを全部パスする効果も一応使えるんですね。これ5素材になるんで、このギミックでどういうギミックかっていうとネフィルアサイラムヘッドライトの、効果で、サイレントオナーズ出して、でオナーズの上に、カオスエクシーズ出してで、その上にバリアン重ねるっていう動きで、ロンゴミコピーしていくんですけど、この動きの中でゼアラフィールドっていうカードを使うと、ロンゴミアントをね、素材にしながら墓地をくれるっていう動きができるんですよ。だからバリアンのね、コストというかコピーする先を用意することができるっていう感じで、でゼアラフィールド自体はこの辺のアストラルホープとか、それから、まあ、リミット値になってたけどゼアルコンストラクションとかでサーチできるんで、まあ、一応そこそこある1234567枚かな一応ね。はい、なんでまあそこそこ決まる。はい、先行でクソゲーをして相手を即サレンダーさせたいという方は、まあこれ使うのもありかなと思いますけど、まあ、個人的にはマジでクソゲーだから、使ってる方は面白いけど、使われるとたまったもんじゃないんで、あまりまあご利用は計画的にみたいな感じですね。はい、早速リプレイやっていきましょう。さあ、やっちゃいますか。もうこのデッキをリプレイで紹介するのはどうなんだみたいな話があるけどね、正直、まあ、できるもんはできるから。でも正直このデッキも結構誘発受けきつくてエフェクトベイラーとか無限紅葉とか DD クローとか刺さるんですよ普通に。だから、まあ、もしこのデッキが刺さるんだったら普通に手札やつでメタれるから、まあ別に許容範囲かなと思ってます。はい、まあ、遊戯王ってそういうゲームなんでね。でゼアルフィールドがある状態でエクシーズ召喚モンスターすると下にね、重ねることができるんですよ。エクストラデッキからモンスターをね。だからそれで、このロンゴミアント重ねまして、で、このメフィル・アサイラム、カオスナイトっていうのを、出していくんですね。このこいつの上に、ヘッドライトの上に。で、こいつの効果でロンゴミを切りながら、上にね、重ねて、倒すエクシーズを。で、そいつの上にバリアン出すっていう。そうするともうこいつ5素材になってるんですよ、5素材。素材が5個。あ、ちなみに、これ初動はね、レベル5にいたら並べばいいんで、結構なんでもいいっす。しかもなんかネフィラーサイラもいるんで、なんか水属性って結構レベル5としても扱うみたいなモンスター結構いるんですよ。だからそいつとかを使ってなんかガンガンレベル5に体並べて特殊召喚こいつすればいい。超簡単。マジで、こいつ整列してこれあればいいんだもん。めちゃくちゃ簡単、このデッキ回し方は。で、バリアン効果で、効果でロンゴミコピーして、で、これ今何が起きてるかっていうと、まあこの人ロンゴミだとなってるんですよ。相手のエンドフェイズまで。なので、相手はモンスター特殊召喚できないし、他のカードの効果はこいつが受けないし、まあこいつほっとくと一旦に一度相手のフィールドのカードを全部パスするっていう効果もありますと。はい。終わりましたね、遊戯王が。遊戯王が終わりました。で、相手これたまらず何もできずにサレンダーはしなかったか。これなんか知んないけど、なんか、まだ知らないと思ったのかな。これサレンダーしてんかったんだよね。やるよな。で、また、同じようにロンゴミになって、バリアンってね。で、2体で、まあ、適当にエクシーズして、で、ぶん殴っていくと。クソゲー。クソゲー。4つ目はね、ギャラクシーですね。これね、めちゃくちゃ後攻ワンキルしやすくて、なんでかっていうと、あんま先行展開強くないんですよ、みんな。今回のイベント。あんまりね。だから、ギャラクシアイズプライムフォトンでぶん殴るっていう動きが結構通るんですよ。このレギュレーションだと。なんで、割とワンキルが通りやすくて周回がしやすいから、まあ、ジェムも溜まりやすいと思う。結構。まあ、難点はちょっと高いっていうところですよね。はい。あ、一応、安価バージョンも作りました。これが一応理想系なんですけど、安価バージョンも作りまして、はい。安価バージョンは、なんかもう、使うモンスターもこれしかないからさ、ほとんど。ギャラクシアイズプライムフォトンとかブラストとかこの辺しかないから、だからまあ何作るモンスターというか持ってるモンスターでなんかギャラクシアイズさえギャラクシアイズプライムフォトンだけ作ってもらって、でフォトンブラストだけ作ってもらえば大体なんとかなりますね。この2、もうなんならねこの2種類でいいレベル。もうこれでもいい、もはやね、もうこういう動きしかほとんどしないから。あ、一応あれからギャラクシオンはあったのかな。ギャラクシオン。まあ、ギャラクシオン確か安いから。まあ、こんなんだね。うん。エクストラこれでもいいぐらい。もはや。ほんで、メインデッキのパーツは、まあ、割と高いのなんとか抜いたんですけど、まあ、この辺のエフェクトベラとか持ってなければね、別に使わないで、普通になんか、例えば聖杯とかね、禁じられた聖杯とか、なんか、相手のね、先行展開を咎めるような、カードを入れてもらって、で、ワンキルしていけばいいと思うので、まあ、ここはもうなんか自分が持ってるね、カードと相談してください。はい。早速、このデッキのパワーを見せていきましょう。さあ、お次はですね、ギャラクシアイズの高校ワンキルですね。これ見ていただこうかなと思ってます。はい。で、このデッキは先行を取るデッキじゃなくて、高校でまくっていく、タイプのデッキになってますんで、もうちょっと手札誘発とか入れたりとか、あと高校まくり札入れてもいいかもしれないですね。ちょっと安定感を落としても、まあ、回るんで、別に。はい、一応ね。で、相手ヒーローということで、まあ、なかなかね、強力な場面で敷いてくるんですよ、これ。で、サンライザー。あんまりでも、まあ、デストリフェニックスいないんで、やることと言えば、絶対レード、アブソルと、まあ、マスクチェンジ構えて、なんだ、アシッドも出すみたいな。アブソルアシッドみたいな。マスクチェンジで。みたいな動きが、まあ、割と強いのかなっていう感じです。あと、ブルー D とかいるから、ブルー D とか出すのも強いかもね。これ一応、ブルー D とか出てくると、結構、結構積むこと多いんで、意外とそれはそれで強かったりするんですけど、はい、一応それやってこなくて、まあ、アブソルート でマスクチェンジ構えてエンドっていう場面でした。はい、まあ、ツインツイスター引いてるんでね、マスクチェンジでもう妨害ゼロにできるんで、これ余裕で増援で、バニッシャー持ってきて、でトレードインで2枚ドローをでツインツイスター打って相手のマスクチェンジを破壊、まあ、これで妨害らしいですね、相手、まあ、手札に何あるか知らんけど。で、フォトンスラッシャーからのバニッシャー特集。で、2体で、ちなみにバニッシャーの効果で、フォトン持ってこれます、これ。はい。で、2体でエクシーズして、ブラスト出して、で、ブラスト効果で、ギャラクシーアイズフォトン。あ、これちなみにこいつの方が結構強くて、エクシー周回したらこいつがフィールド上に存在する限り、自分のフィールド上の、攻撃力が2000以上のモンスターは、効果の対象にならないし、効果では破壊されないっていう、なんか、結構強い効果あるんですよ。だから、まあ、例えば無限包容とかも食らわないし、エフェクトベーラーも食らわないし、なんだ、あれ、ミラーフォースとか、まあ、入ってないかもしれないけど、ああいうのも食らわないね、一応。はい。で、エクスペンション打って、ソルジャー出してきて、で、ウィザード。で、アフターグローを特殊召喚する。で、2体でプライムフォトン。まあ、こいつで殴れば勝ちなんですよ、基本的には。もうこいつで殴るだけで大体勝ち。もうこの場面ちなみに打点12800くらいいくんで、この場面作るだけで。だから相手が攻撃力が4800以下であれば1キルです。で、まあ、一応ね、オネスティネオス持ってるかもしれないんで相手。なんで一応もうちょっと打点作りに行きます。はい。で、トランサーからの、自分の星からギャラクシーアイズ特殊召喚しながらデッキから2グロー出して、で、2体で、ポトンロード。これちょっとダメステ使えるのかな。一応オネスティがあった場合のことを考えて効果無効を一応立てたんだけど。これダメ捨て使えるのがよくわかんねえな。まあ、いいや。で、で、これバトルフェーズで、ギャラクシーアイズプライムフォトンで、ブルルルルなって、で、アフターグローでドカーン爆発的打点。これ打点 X？ これ。16000です。はい。まあ、16000で殴ったら勝てるでしょ、大体。オーバーキルだね。最後、おまけで軍艦デッキご紹介しておきます。はい。このデッキ、まあ、いいところはですね、まあ、そこそこ安いんですね。軍艦モンスターたちがめっちゃ安いので、まあ、割と簡単に組めるんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、これの UR とか、は、持ってるカードで代用してもらえば全然いいと思うので、まあ、この辺はね、自分のカードプールと相談してもらえばいいかなというふうな感じなんですけど、これ見てくださいよ。メインギミックめっちゃ安いじゃないですか、軍艦って。で、しかもほとんどフルパーで使えるんですね。このデッキ。このデッキしかも、エクシーズフェスティバルにも一応持っていったりできるんで、普通に次のイベントでも使えるっていう。これがいいところですね。はい。ただね、そんなに強くはないです。ぶっちゃけ。はい。今まで、紹介してきた、ブラマジー、スピードロイド、バリアンロンゴミ、銀河は結構勝率いいんですよ。やってても。まあ、7、8割ぐらいはあるかなって感じなんですけど、まあ、バリアンロンゴミだけは先行取んないとあれだけど、このデッキはそこまで勝率高くないかな。なんか6割ぐらいかなって感じなんだけど、はい。なんでかというと、アーゼウスとミライリオウがいないからですね。板前アーゼウスと、ボディーガード未来流用がないので、このルールだと、ちょっとあんま強くないかなって感じなんだけど、一応ね、楽しむことはできるかなと思うので、一応おまけで紹介しておきました。はい、以上ですね。一応ね、今回僕が思う強そうだなと思ってたデッキをご紹介したんですが、まあ、これ以外にもたくさんあると思うんですよ。正直、何使ってもいいです。今回のイベント。何使ったら楽しいし、まあ、そこそこ勝てるんで。なんで、まあ、自分が好きなデッキ作ってもらえばいいかなと思うんですけども、今一応ね、おすすめということでご紹介させていただきました。皆さんのおすすめがあれば、よかったらコメント欄で残しておいていただけると、嬉しいです。はい。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。